どうもこんばんは、ブラッシュデザインのブラッシュでございます。今日はお花を久しぶりに、バラのね花を描いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ではでは、今日はまあバラもいっぱい今まで描いてるので、今日は5分以内で描けるんじゃないかなと毎日言ってますけれども、なかなか5分じゃ描き終わらないっていうね感じでございまして、完成でございます。バラでございました。ありがとうございます。完成。さあ何秒でしたでしょうか。10秒かかってないんじゃないかなと思いますけどね。まあ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 描けたんじゃないかなと思います。まあこれからちょっとおまけで、色をですね足していきたいと思います。まあバラといったらまあ赤とかが多いんですけれども、今日はちょっとまあピンクというか紫というか、そういったお色な感じがしますね。見てたらそんなお色の、バラに仕上げたいと思いますね。よろしくお願いします。まあピンクがまあメインで描くというところでしょうかね。こんな感じでございまして、まあピンクメインで描けたらなと思っております。ちょっと待ちくださいね。まあ紫っぽいお花とかブルーのね、バラとかすごい人気があるのたくさんございますけれども、まあその中でもですね、まあバラ自体がすごい人気がありまして、で検索で調べたところ、やっぱり引っかかる、量というかね、引っかかる数が圧倒的にやっぱりバラが多いんですよね。やっぱりそう考えたら人気があるというかね、そんな感じがします。まあバラを調べる方とか見る方が多いんだろうなと。だからまあいろんな種類も出てますし、まあ、僕もこうやって毎日書かせていただいてますけれども、まあ、YouTube でも一作品書かせていただいてまして、まあ、その他の、配信とかですね、ライブとかでも書いてるので、毎日一つ以上作品を書いてる感じはしますけれども、まあ、その中でもやっぱりね、このバラとかになると圧倒的に人気が高いといいますか、多いんでしょうね。見る方とか好きな方。ね、まあその中でも日によって全然タッチとかも違うので、まあ、毎日描いてることでこうなんか分かってくることとかいうのもねあったりして、まあどうなるのか分からないけど、ひとまずはですねひたすら毎日描いてる、ブラッシュでございますね。よろしくお願いします。まあ今日はその中でもですね、その中でもって感じかな。まあバラいつもとちょっと違う感じでも、なればいいかなというふうに思ってね載せてありまして、どんな感じになるんだろうなと思っておりますね。そう、まあ絵の描き方でも全部をはっきり描けばいい描き方とか、まあそうでなくてなんとなく見えるように描く描き方とかですね、いろいろあったりして、もう僕もどれが正解かとかは分からないんですけど、いろんな描き方をまあ日替わりでっていうか、やっておりますね。今日はこんなちょっとね、まあメインはブラッシュを早く描くことをまあ目的としてるというか意識してるので、まあ、早く描くためにっていう感じの、バージョンで描いたりしてますね。でもまあその方が時間にこう追われるというかですね、僕はその時間があるその中で出来上がる、作品の勢いとかそういったものをちょっと大事にしていこうかなと思ってますね。まあそんな言ってても変わるんですけども、日によってまあなるべくいろんなことにはチャレンジしながらですねやっていこうかなと思います。まあ構図が大事だったりとかねするんですけれども、まあなんとなく、ちょっと毎日書いてる中のこの変化があった方が面白いかなとは考えておりますね。さあもう大体こうバラっぽくなってきたんじゃないかなと。これで5分か。今5分ですね、スタートし始めてから。
やっぱりかかりますね、5分ぐらいは。前はよくあの3分でかける日本武道館とか書いてましたけど、今まあ撮影になって喋りながらっていうかね、話しながら書くとやっぱりまあ意外や意外っていう感じですかね。もう思ったより時間が過ぎてるっていうことが感じられますね。早いなと思ってますもんね、最近は。書いてあれもうこんな時間かみたいなことになるので、すごいもうまあ時間軸というかあれみたいな、頭の中がもう夢の中のようなぼーっとした感じになってるのかわからないですけど、もう書いててね、時間が進むのがすごい早いなと思って、います。まあ、意識してるつもりではあるんですけど、ついまあ絵を見てしまったら絵をねずっと見てしまうっていう感じになっちゃうので、まあそこの部分がですね、気をつけていかないとなかなか10分で描く作品にたどり着けないかなと思ってます。もう10分いきそうですからね。まあ5分がこんな早いと、まあ話しながら手を動かすスピードもこう増やしていけばそれなりにあのいけるかなと思ってやってますけどね、なかなか一筋縄ではいかないかな。まあでもバラバラに見えてきたらいいなと思ってますけどね、書いてる中で。まあつぼみが 1,2,3 あってバラがあってっていう感じでね、書かせていただいてます。なんとなく、まあ、水彩が描いてるのかよみたいなね感じの色味にはなってくるんですけれども、まあいろんな水彩画ってこだわらずに墨も入れてペンも入れてそして薄墨も入れて鉛筆も入れてっていう感じで、描いてますね。でもまあバラだからやっぱりここ最近ズブンってどこの訛りかわからないですけどね、ズブンがって自分がねここ最近思ってるのが、やっぱりまあモチーフが綺麗だと誰でもこう綺麗に描けちゃうっていうね、海が綺麗な海を見て描くと綺麗な海描けますし、サンゴもそうですしね、まあ綺麗なこう花とかだったら綺麗には描けるんだなということは大体分かってきましたね。まあモチーフが大事なんだと思って、構図っていうのも大体こう決まったモチーフですからね、そこの部分でこう変わってくるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。まあ今薄墨入れて最後鉛筆を軽く入れてですね、まあ平面な色がないように、するためにちょっと今崩してるというかボワーンっていう感じになるように色を塗ってる感じですね。まあ見ながら、まあその中でもよりこのバラが引き立つような感じのお色になればいいかなと思っておりますけれども、もうないかな、あもうなかった、これどうしよう、ない時すぐ出るかな、すぐ見つけられるかな、見つかれ、すぐに見つかれ、まあすぐには見つからないか、すぐには見つからないかな、まあすぐに見つからないな、これはねこっちで行こう、まあライブだならではのね事故でございますね、インクが切れるっていうまあよくあのそういうところも面白いですね、ライブは。なんかこう作ってる感じじゃなくて常に何かしらのハプニングがあるところが臨場感があるんじゃないかなと。ほとんどまあブラシの場合一発撮り、よっぽどなことがない限りですね一発撮りで作ってるので、まあそこもちょっと楽しんでいただけたらなと思っております。
で今日はねバラでございまして、もう間もなく一応完成ですね。ちょっと淡い感じのバラでございます。こんな感じ。はい、ということで、ありがとうございます。まんまん言ってますね。はい、ということで、あとでポエムね、どこに書こうかなっていう感じにはなりますけど、今日はポエムなくて楽観だけでいいんじゃないかなという作品でございました。ということで、バラの作品でございます。なんかポエム入れてもいいんですけどね、まあもしお好みで、好きな方がいらっしゃればポエムも入れてみたいと思います。今日はまあ楽観で仕上げる感じにはなるような作品ですけれども、このままひとまず額縁に入れて最後の、締めとさせていただきます。なかなか動かない自分を自分で動かすこと、ブラッシュでございました。今日もありがとうございます。見上げる空、月は輝く、冷たい空気、体凍える、震える心、思わず震わせ、体感は寒くても心は強く持つ、何もないところから始まり、また一から何かを想像、日々積み重ねる動きそのものが今を生きる力に変わる、それも本能的に動く、その一歩が明日につながる大きな一歩だ、日は昇り日々繰り返し動く、鼓動も高鳴り大地も照らす、暗闇の中迷う迷いを抜け、記憶をたどる歩く暗がりを刻む、時と同じ空間に日々変化する中の B ラッシュを、筆にかける生き様、降りてくることの葉、何事も一から、生きてる間に筆にかける生き様、降りてくることの葉、何事も一から。